アパッチ族の一部族アパッチ族保留地アパッチ族の選手たちは時にアメリカ軍にインディアン石膏隊として協力し敵対部族や時に同じアパッチ族に対しても襲いかかったアメリカ軍の先鋒を務めるアパッチの選手花嫁衣装を身につけたアパッチの女性アパッチは6つの文化的に関連のあるアメリカインディアン部族の総称 いずれも南アサーバスカ語系の言語を話す。現代の用語では、ルイエニあるナバホ族は含まない。アパッチという名は、ズニ族の言葉で、アパチェイコール敵を意味し、それを聞いたフランス人によって広まった。彼ら自身は、インデ、ニデ、または、ティンネアー、チンネアー、ティンネともと自称する。もともとアパッチは、南部大平原でバッファローなどを狩る、平原部族だったが、 コマンチ族の南下によって徐々に南西部へ追いやられ、リパン・アパッチとカイオワ族と同盟を組んだ。カイオワ・アパッチのみが平原部に残り、後の士族は乾燥したアリゾナ州の南東域とメキシコ南西域を移動する役立つ部族となった。カイオワ・アパッチはオクラホーマ州、リパンはニューメキシコ州とメキシコ、ヒカリアはニューメキシコ州とコロラド州、メスカレロは ニューメキシコ州とメキシコ、チリカワはアリゾナ州のチリカワ山地とニューメキシコ州、西アパッチはアリゾナ州東部をそれぞれ占領していた。彼らは矢を射る際に人差し指と親指で矢羽をつまむのではなく中指と薬指の間で言語と矢羽を挟んでいた。また彼らの弓はバッファローの剣を二皮で何層にも塗り重ねていて比類のない強靭さを持っていた。 このため、タブ族よりも素早くしかも強力に矢を射ることができ、戦闘力で圧倒していた。彼らは乾燥した、灼熱の岩山を好んで根城にし、その襲撃方法も地形を利用した山岳ゲリラというべきものだった。また、彼らは、見客で知られ、馬は移動手段というより、むしろ食料だった。戦士たちは口に水を含んで山々を駆け巡り、戻ってきたときに、 口の中の水が減っていれば失格とする厳しい訓練を積んだ。こうして灼熱の中で水を見ても無視できるほどの忍耐力と持久力を身につけていた。伝統的に高戦的で領土に入り込む異民族を襲撃した。南西部での彼らの抵抗による入植者数人の死者は東部では情報操作されて数百人の死者となって大げさに伝えられ、 白人たちを恐れさせ、残虐な部族として語り継がれている。また、しばしば、メキシコに入り、略奪を繰り返した。メキシコ軍も、深山渓谷に分け入れ逃げるアパッチを見ては、諦めざるを得なかった。19世紀のアパッチ族に対する記録には、どう見ても、山賊という風情であると残されている。彼らは、他部族の子供をさらい、サンタフェで、メキシコ人や、 白人相手に奴隷として売りつけた。商談が不成立となり、その場で子供たちの喉笛をナイフで切って殺してしまったという記録が残っている。ヨーロッパからの移民に対しても絶えず、強力で、高戦的な部族であり、アパッチの有名な指導者として知られる、コチーズ、マンガス・コロラダス、そして、ジェロニモなどは敵対したアメリカ陸軍やメキシコ陸軍から、名毛な戦士、 また熟練した戦略家として知られている。こうした荒烈な戦士集団としては、保留地での生活などを退屈極まるものであった。白人のアパッチ総統戦に、保留地からアパッチ族が石膏として参加したことは、抵抗派のアパッチにとって森にかなった行為と受け入れられたほどである。最終的な幸福は1886年で、現在、アパッチは、 アリゾナ州やニューメキシコ州、オクラホマ州の特別保留地に居住し、その数は5000から6000とされている。メキシコ国境付近では、1930年代まで一部、アパッチによる襲撃があった。男性は清掃の際、鉢巻きを締める。モカシンは、アパッチブーツといって、ガラガラヘビやサボテンの棘から足を守れる、要、ブーツ型である。普段は、足首まで下ろして、 活用時には膝上まで裾を上げ、革紐で縛る。俗に、ウィキアップと呼ばれる樹皮で覆った小屋が伝統的な住まいである。平原部族のリパンアパッチ、カヨワアパッチは、ティピーを伝統住居とした。現在も、アパッチ族では重要な儀式の際には、ウィキアップが使われるのが常である。メキシコ人からメスカルを略奪することで、インディアンには珍しく、 飲酒の習慣を持っていた。氏族の一つ、ネドには、ネディネという単語から来ている。部族の自称、インデと合わせて、同じアサバスカ語族のナバホ族の自称、ナディネと同意である。このため、ナバホ族とアパッチ族は、かつて白人に同一視された。両部族の言語の相違は、方言的なもので、互いに聞き取れる程度のものである。ディネは、一般に、 ナバホ族を指すが、ただ、ディネと呼ぶだけでは、ナバホ族か、アパッチ族か判別できないということでもある。ヤバパイ族はかつて白人に、アパッチもハーベとして同一視されたが、別部族である。大精霊、宇前、山の精霊、ガンを信仰する。ガンダンサーは、覆面をつけた、祈祷集団である。19世紀初頭頃に、カイオワ族と同盟し、その参加に入った。 アパッチ族の集団。アパッチ語を話し、風俗、習慣もアパッチ族のものを継承していた。19世紀末に言語などからアパッチの文化であることを白人に指摘されるまで、彼ら自身でもその出自を知らなかった。ありがとうございます。